ビッグカメラ小島株式会社小島は小島、小島、ビッグカメラの店舗名で日本国内に140店舗を展開する日本の大手家電量販店。2012年にビッグカメラの子会社となった。1955年4月に栃木県宇都宮市において小島勝平が個人商店の小島電気商会を創業。1963年8月に 株式会社小島電機を設立して法人化している。1972年から栃木県内での多店舗化を開始し、1984年から栃木県外にも進出し、関東を中心に多店舗展開を進める。1993年1月に通称略称であった小島を社名に取り入れ、北関東 IKK と呼ばれる。 家電量販店三社の一角として激しい競争の中で成長して、1996年には東京証券取引所への上場を果たす。そして1997年にはそれまで業界一位だったベスト電機を抜いて家電量販店売上高日本一を成し遂げ、2001年に家電量販店として初の売上高5000億円超を達成した。 1980年代末頃から家電量販店チェーンで最大手であったことを前面に出した宣伝を展開し、以前のキャッチフレーズは、安値に挑戦、安値日本一への挑戦、安値世界一への挑戦が使われ、ビッグカメラ参加になってからは、暮らし応援となっている。家電量販店としての売上高に関しては、林県の群馬県に本社のある山田電機の構成を受け、 2002年に山田電機に家電量販店売上高日本一の座を奪われた。また2003年にはメイン銀行である足利銀行が経営破綻し同社の経営にも悪影響を及ぼした。2009年3月31日の時点では日本の全都道府県に222店舗を展開していたものの2012年3月期決算では 日本国内の売上高は業界7位と低迷していた。かつては M&A を加速させている同業他社と一線を画して完全直営主義を貫き、小規模店の統廃合と大型店舗出店を行い、事業の効率化を進めていた。その後、2012年5月11日に、それまでの独立路線を転換し、ビッグカメラに対して第三者割り当て増資を行い、 ビッグカメラが、小島の普通株式の過半数を取得して、同社の子会社となることを発表。同年6月26日に子会社化が完了された。小島はこれにより、ビッグカメラ支援のもとで店舗のスクラップビルドを行い、経営の再構築を図ることとなった。また決算機も親会社に合わせて8月決算となった。ビッグカメラグループ参入後は、 創業家の小島一族が経営から退いたことで、急激にビッグ色を強め、ビッグカメラ風の社名ロゴを導入。2016年2月までに、全国の140店協のうち、90店以上を小島ビッグカメラに転換した。また従来からの得意分野である白物家電を改めて強化した上で、均衡の取れた店舗作りを実践していくとしている。 現在の小島の本店は小島ビッグカメラ宇都宮本店2015年10月開店小島ブランド小島ブランドでは2020年現在においてもニューを関する店舗が存在するこれは当初規模の大きな店につけられる名称であったが店舗数の増加により通常規模の店舗においてもニューを関することがあった現在では ビッグカメラグループ入りする以前の店舗はすべてニューを冠する。それ以前の看板はネオン管を用いていたが、2000年代後半以降はネオン管のような雰囲気を残しつつも外部の電球により照らす方式をとっている。2013年からは屋上看板の太陽マークを廃止した赤字に小島や小島を掲げる店が現れている。小島ブランドで 入を冠していた店舗については、順次、小島ビッグカメラブランドに転換され、ブランド転換後は、店名から入が削除されている。看板や外装は、ほぼビッグカメラのものとなっており、ロゴが小島ビッグカメラ表記となっている程度となっている。現在、小島ビッグカメラは、国内に112店舗を展開している。ソフトマップ。 小島ブランド2012年には同じビッグカメラグループのソフマップが神戸ハーバーランド海へに入居していた店舗を増床した際に小島も新たに出店しソフマップ小島神戸ハーバーランド店を開店した現在ソフマップ小島ブランドで展開する店舗はこの1店舗のみソフマップ小島神戸ハーバーランド店の店舗面積はソフマップが 約3500平方メートル、小島が約1000平方メートル。ビッグカメラグループ入り後は、小島、ビッグカメラブランド店舗の展開とともに、近隣店舗との店舗統合も並行して行っている。かつては47都道府県すべてに店舗号を保有していたが、現在は、下記20県には店舗を持っていない、もしくは持たなくなる見込み。いずれも、 ビッグカメラグループ入り直前の2012年4月以降、順次撤退している。2013年3月には新業体店として、香川県高松市のニュー高松店を改装した、小島ダークと高松を開業した。倉庫店と呼ばれるタイプの店舗で、客にはタブレット端末が渡され、商品のバーコードをスキャンしたら端末の画面に、商品説明とネット価格が表示され、 そのネット価格で購入できるというものであったが、2014年4月に閉店し、同年5月の松山店閉店をもって、四国地方から完全撤退した。逆に、ビッグカメラグループの各社との連盟での出店は、強化しており、2012年11月21日には、兵庫県神戸市にソフマップとの共同出店で、ソフマップ小島神戸ハーバーランド店を開店したほか、 2013年6月8日には、福岡県北九州市に、既存の小島店舗を改装し、ビッグカメラとの共同出店で、小島ビッグカメラ小倉店を開店した。小島ビッグカメラに関しては、小島からの転換が順次進んでおり、北海道、青森県、岩手県、秋田県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、三重県、 京都府、大阪府、広島県、福岡県、熊本県、沖縄県の17都道府県に所在する全店舗は小島ビッグカメラへ転換された。小島ビッグカメラに限らず新規店舗の看板はビッグカメラのコーポレートカラーである赤を基調とし、ロゴもビッグカメラ風のものを採用。それまで採用されてきた太陽をモチーフとした小地坊の ネオンサインは使用されなくなってきている。ポイントカード2003年6月3日より、個人向けポイントサービス付のカード、小島お客様カードを導入、2006年7月8日に、法人向けに、法人、小島お客様カードの発行を開始し、2008年10月には、ポイント制度をより強化すると発表、実行した。発行開始時には、個人向けのカードは白。 法人向けのカードは濃い水色であったが、法人向けの水色のカードは2014年頃に発行終了し、白いカードも2016年より順次名称を小島ポイントカードに変更し、デザインもビッグカメラポイントカードのデザイン変更に合わせてシルバーのカードの発行を開始した。顧客の商品購入履歴を記録して予測される修理。 部品の手配を迅速に行うことを目的としている。小島と小島ビッグカメラの全店舗とネット通販、小島ネット並びにグループ企業のビッグカメラ、ソフマップの全店舗で利用可能。2017年6月にはポイントカードの機能に加え、クレジットカード和音の機能を備えた小島ビッグカメラカードを発行開始した。なお、 ビッグカメラ参加に入る前以前から発行しているクレジットカードである小島カードは2018年に小島クレジットポイントカードにリニューアルされ継続して発行されているリニューアル前にはセディナとの提携カードもあったがこちらは2018年11月30日をもって新規発行を終了しているリニューアル後は小島カード時代になかった 小島のポイント機能を搭載されている。また小島、ビッグカメラカードとは、分割払いの金利優待で差別化されている。2017年には、ポンタを導入した。こちらは、税込み200円で1ポイント付与され、貯まっているポイントの使用も可能。ただし、上記の小島ポイントカードとの双方のポイント付与並びに、両ポイント同時支払いは、不可となるため、 いずれか一方のみ選択する形となる。また、特別ポイントは付与されず、長期保証の加入や購入記録を残したい場合には、小島ビッグカメラ、ソフマップのいずれかのポイントカードが必要になる。また、小島では、ポンタカードの新規発行はしていない。現金、J、デビット、電子マネー、小島ビッグカメラカード、ビッグカメラスイカカード、ビッグカメラ J、 ウエストカードの場合、基本1%の還元であるが、こちら、ビッグカメラカード、ビッグカメラスイカカード、ビッグカメラ J、ウエストカード以外のクレジットカード、ID、クイスプ、専用商品券、ギフト券で支払いをした場合、2%減算となり、ショッピングクレジットの場合には、現金時1%以上の場合には、一律0.5%還元となる。 開始当初は0.8%だった。蓄積されたポイントはレジにて確認することができる。複数倍カードの所有は可能だが、同一名義人のカードであれば、店舗にて、所定の手続きを経ることにより1枚にまとめることができる。また、小島、ビッグカメラ店舗では、キャンペーンや購入する商品などにより、加算率が異なる場合もある。ポイント有効期限は、 最後の利用から1年である。なお、小島店舗全店で自分のビッグポイントカード内のポイントを小島ポイントカードへ移行することが可能である。小島ポイントカードのポイントをビッグポイントカードへ移行することも可能だが、それはビッグカメラ店舗で行う必要がある。なお、ソフマップとビッグカメラ間の相互移行は一部の例外を除いて可能だが、 コジマとソフマップ間では一部の店舗を除いて行われていないため、一旦ビッグカメラの店頭でビッグカメラのポイントに移行させてから行う必要がある。なお、ビッグカメラグループの通販サイト、コジマネット、ビッグカメラドットコム、ソフマップドットコムの会員で、かつ保有ポイントカードを店舗、ネット共通利用の登録をしている場合には、ポイントを移行させたい先の お客様ページ内にてポイント移行ができる。その場合には、両サイト、両ポイントカードのお客様情報が合致していないと移行できない。長期保険エアコン、テレビ、冷蔵庫など、商品限定ではあるが5年内しは10年間の長期保険がある。保証並びに、火災、落雷による損傷が対象になり、購入金額に対して1年目100%、 2年目80%、3年目70%、4年目60%、5年目50%、6年目以降は30%までで修理金額の累計が購入金額に達するまで保証が受けられる。当初は1回限りの修理代金、補助であった。2000年代以降は商品金額の5%を追加で払えば保険をつけることができる商品が追加されている。 ただし購入日からの年から計算した1回ごとの上限金額を超えた場合、超えた金額を自己負担する場合がある。また、パソコンに関しては、長期保険も別のタイプが用意されており、故障並びに火災、落雷に対応しているのは変わらないが、1年目100%、2年目50%、3年目40%、4年目30%、5年目20%と、 なっている。こちらは10万円以上の商品が対象で、掛け金が購入金額の5%となっている。その他に、パソコンには無料保険も存在し、10万円以上のパソコンが対象となるが、対象金額のパソコン購入時に必ずついてくるものであり、保証金額は5%の掛け金を使っているものと変わらないが、一回限りしか使えないのと、 面積金が3万円かかる形になっている。2015年10月現在は、パソコンパソコン以外ともに、親会社のビッグカメラ同様の保証内容になっており、保証金額の減額なし、期間中であれば何度でも対応するように、改善されている。新品購入時の全損保証にも別途対応する。当初は盗難まで対象であったが、不正利用対策をしていなかったため大幅な赤字と、 なり、対象外となった。ドリームボックスかつて、お客様サービスの一環として設置されていた赤い端末だが、現在は撤去済み。名称は、社内公募され決定した。機能は、修理品追跡サービス、来店クーポン発見等である。バーコード読み取り機にカードを読ませると当日のみ、有効のクーポン券が発見される。当初は、値引きクーポンであった。 名前を変えつつ最後は、ポイント認定クーポンに変わった。抽選により50円から4000円分が発見される。100ポイント券の場合、お客様カード提示とクーポン券を出し3000円以上、購入すると、ポイントが加算される。過去には、クーポン最低金額が10円だったり、ポイントプレゼント最低購入金額が1000円から3000円に変わるなど何度か改定が行われていた。 各種反則品、小島のキャラクターである、小島や、まこちゃんの、キャラクターキーホルダー、湯飲み、マグカップ、雨傘、ストラップ、リモコンダッコぬいぐるみ等といったグッズや、小島オリジナルうまい棒といったお菓子まで多数存在するが、配布期間が過ぎると、手に入りにくい。過去には、かなりの頻度で提供していた。 独自商品廃家電不正処理問題2007年12月5日、環境省より全国で約372万台引き取った廃家電のうち76,745台の廃家電が製造業者等に引き渡されていなかったとして勧告を受けている。職業安定法違反問題2008年6月19日、同社流茨城店が 東芝系列の販売会社から派遣された販売員に対し雇用関係がないにもかかわらず直接指示、命令して店舗で販売行為などをさせたとして大阪労働局から職業安定法に基づく是正指導を受けたヘルパーを事実上自社の従業員のように使い人権費削減につなげていた過去には緑電化や山田電機でも同様な事態が発覚し 京都労働局と大阪労働局から、それぞれ是正指導と立ち入り調査を受けている。景品表示法違反問題2010年9月16日、北海道にて、実際は5年間の期間中に一度しか受けられない、長期保証を何度でも使える、長期保険証無料申請と表示した上、通常の販売価格より数千円高い価格を表示した後に値引きを行うことで、 消費者に値下げ幅を課題に認識させていたとして、北海道より景品表示法違反に基づく指示を受けている。小島のパソコン購入後、1年以内といえども、故障した場合、そのパソコンと共に3万円を提出し、見積もりが5万円となった場合、さらに2万円を追加支払いすることとしていた。実際の小島無料保証は、パソコン以外の保険対象商品は何度でも、 無償で使えるが、パソコンは一度限りの保証である。ビッグカメラグループ入りした現在では、ごく一部の店舗において改装されずに残っている。従来の対応マークをそのまま使用するケース、山口宇部空港店のようにマークはそのままに、色だけを変更し、小島、ビッグカメラのロゴマークを併用するケースや、伊勢原店のように、店舗名としては、小島、ビッグカメラであるが、店舗外観は、 従来の小島のままといったケースも見られる。かつてのように太陽マークを使用した宣伝は見られなくなっているが、現在も小島はシンボルマークとして位置づけており、レジ袋のデザインや公式 HP のドメイン画像などに使用されている。太陽マークの由来は、私たちは太陽のように明るさと温かさをご家庭にお届けします。という創業当時の精神が込められている。 ビッグカメラグループ入りした現在は、テレビ CM に関しては、ビッグカメラとの共同制作となっており、基本的にテレビ CM では共通の映像が用いられている。ラジオ CM は、創業地の栃木放送及びラジオベリーのほか、東京 FM の土曜日と日曜日の時報前の5秒スポット、CM などがある。時報前の5秒 CM は、過去に FM 大阪と、 キス FM 神戸でもやっていた。5秒 CM はテーマソングの小島のこの部分がそのままサウンドロゴとしているこの部分と一言のみの PR する部分で構成されている東京 FM と FM 大阪は過去に朝の時間帯にスポンサー番組を持っていたことが縁で以前はそのスポンサー番組の金曜日にインフォマーシャルも放送されていた 1993年頃のフラッシュニュースのスポンサーにもなっていた。テレビ CM は関東ローカル時代に全国ネット番組だったアニメおぼっちゃまくんのスポンサーをしていた。一時はプロバイダ事業として小島ネットを運営していたが現在は EC サイトを兼ねる公式サイトで同名称を使用している。ビッグカメラドットコムとは完全に独立しており関連性はない。 フェイスブックページも展開しており、看板では使用されなくなってきている太陽マーク、ご自帽を逆にフィーチャーした構成となっている。ありがとうございます。